年ですか？今年もまたまたこの季節がやってまいりました。歌って踊って驚いて、十和田キャンパスならではの文化の祭典。それでは行ってみましょう。北里大学獣医学部紅葉祭。皆さんこんにちは。今日は紅葉祭です。ご覧ください、すごい人です。中ではどんなことが行われているんでしょうか。ちょっと覗きに行きたいと思います。いろんな出店がありますね。お、園芸部のポトフだそうです。園芸愛好会では自分たちの畑で作った野菜でポトフを作りました。いやー、野菜から作っちゃうって素敵じゃないですか。熱い。お次はしっとりと写真部ですね。今年のモニュメントのテーマを教えてください。今年はみんなで巨大アルバムを作りました。ちなみに私の写真はあれです。こちらはフィールドサイエンスセンター十和田農場のブースです。こちらでは何が体験できるんでしょうか。こちらでは羊毛を使ったアクセサリーを作ることができます。刈り取った羊の毛でアクセサリー作り、いわゆるフェルトってやつですね。いやー、メルヘン素敵かも。鮭がいます。鮭？自然科学部の方に聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。こちらは何ですか？ガラルファと言われる魚で、子供の時だけ人間の角質を食べてくれるのでドクターフィッシュと言われて、アトピーの治療に使われたりしています。それではやってみたいと思います。ご覧ください、食いついています。そっちもくすぐったいです。ちなみに歯はないそうですよ。魔界降臨？出た！漫画研究会秋の陣。昨今の漫画好きはキレとスタミナが要求される異常事態。魔界の非日常をお楽しみください。げっ、どうしちゃったでしょうか。眩しい。木漏れ日？魔界です。紅葉祭期間中はオープンキャンパスも行われています。ここでは動物行動学研究室のしつけデモンストレーションを行っています。そう、これこれ、受験生の皆さん、ぜひ足を運んでみてくださいね。パネル展示や相談コーナー、キャンパスツアーもおすすめです。先生を発見しました。おはようございます。あ、おはようございます。今回お話を伺うのは大畑先生。綺麗でしょ。畜産食品といって、お肉とか、それから牛乳、卵、こういったものを題材に教えておりますので、ぜひ興味のある方いらしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんいかがでしたか。それではまた来年お会いしましょう。いやー、駆け足でのご紹介でしたね。まだまだ紅葉祭は内容盛りだくさん。それでは熱いパフォーマンスの数々をご覧いただきながらのお別れです。来年も十和田キャンパスでお会いしましょう。 See you! バッハハー。